地球上で最も有毒な銃の生物。動物界においては、強い腕力、巨大な牙、カミソリのような鋭い歯だけが武器ではありません。数千の動物が攻撃や保身のために猛毒を使います。それでは皆さんに世界で最も有毒な生物トップ10をご紹介します。 1. ハコクラゲ。世界トップの座を手に入れたのは、その立体的なフォルムから名前が付けられたハコクラゲです。過去60年間でこの見た目は可愛い生物が約6000人もの命を奪いました。ハコクラゲの毒は最も致死率が高いとされ、その毒が心臓、神経、そして皮膚細胞を侵します。そしてさらに恐ろしいことに、これらすべてが地獄のような痛みを伴うため、刺された人はショック状態に陥り、時には溺れ、また時には心肺停止により命を落としてしまいます。もし即座に酢または酸性の溶液で消毒をすれば助かる可能性もありますが、普通水中に酢は持って入らないですよね。ハコクラゲはアジアやオーストラリアの水域で遭遇することがあります。 2. キングコブラ、オフィオファグスハンナ。キングコブラは世界最長の有毒な蛇であり、時には5、6メートルにも達します。オフィオファグスはそのまま訳すと蛇食いであり、つまり他の蛇を食べるのです。人間はキングコブラに一噛みされるだけで容易に命を落としてしまいます。成熟したアジアゾウでさえ、鼻のような傷つきやすい部分を噛まれると3時間で死に至ります。蛇の中にはキングコブラよりもさらに有毒な種もいますが、キングコブラの特徴は他の種よりもはるかに多くの毒を分泌できる点です。例えばブラックマンバの5倍の毒を分泌します。キングコブラは南アジアから東南アジアの山地の森林に広く生息しています。 3. オブトサソリ。一般に広まった考えに反して、多くのサソリは人間にとって比較的危険ではありません。というのも、サソリに刺されても局部的な症状、痛み、貧血、腫れしか起こらないからです。しかしオブトサソリは非常に危険な種類です。オブトサソリの毒は強い神経毒であり、最初は激しく耐え難い痛みが襲い、その後昏睡や痙攣、時には死を伴う熱病が発症します。このオブトサソリは北アフリカや近東で見かけられます。4. タイパン、内陸タイパン。タイパンの一噛みには100人の成人、または25万匹のネズミの大群を殺してしまうほどの毒が含まれています。この生物の極端な神経毒は、通常のコブラの毒より少なくとも200から400倍有毒です。成人がタイパンに噛まれるとたったの45分で死に至ってしまいます。しかし幸いなことに、血清が存在する上に、このヘビはとても臆病なので、少しでも危険を感じると遠くへ逃げ去ってしまいます。生息地はオーストラリアです。 5. ヤドクガエル。もし皆さんが中央アメリカや南アメリカの熱帯雨林に行く機会があっても、小さくて美しいカエルには決して触れてはいけません。もしかするとそのカエルは強い毒を持っているかもしれないのです。例を挙げると、金色のヤドクガエルは体長がわずか5センチ程度ですが、その毒は成人を10人殺してしまうほどのものです。古代ある地方の民族は矢の先端に毒を塗るために、このヤドクガエルの毒を使っていたといいます。 6. ヒョウモンダコ。ヒョウモンダコは
オーストラリアの沿岸地域から日本の小笠原諸島以南の太平洋にかけて生息するゴルフボールサイズでありながら猛毒を持つ生物です。ヒョウモンダコは通常明るい白色、そして8本の足や体に深い茶色の水玉の点々、その上に青い輪が乗った模様をしています。ヒョウモンダコは刺激を加えられたり水から引き上げられたりすると暗色になり、体の水玉の点々は明るくなり恒星色を帯びます。まさにこの色の変化から青い輪のタコという名前が与えられました。この生物の毒も人の命を奪うほど強力です。事実としてこのタコは成人26人分の致死量の毒を体に蓄えており、血清は存在しません。もし処置を施さなかったり治療をしなければだんだんしびれを感じ始め、言語や視覚障害が起き呼吸が困難になり、その後心肺停止や酸欠によって命を落としてしまうでしょう。7. 黒毒シボグモ。このまがまがしい生物は蜘蛛に刺されたことに起因する人間の死亡例の多さによってギネスブックにも登録されています。黒毒シボグモは有毒性だけでなく、その行動も危険であることは見逃せません。このクモはじっとしたりクモの巣を作ったりせず、地面を徘徊したり建物や服、車のように好きな場所に潜みます。この行動によって私たちが黒毒シボグモに遭遇し刺されてしまうリスクが格段に高まっているのです。8. フグ。フグは地球上で2番目に有毒な脊椎動物です。1番はキンヤドクガエル。フグの身は日本と韓国でご馳走として食べられていますが、問題はこのフグの表面と特定の内臓が非常に有毒であるという点です。フグの毒は人体を麻痺させ、その結果酸欠によって呼吸困難に陥ったり死亡してしまいます。そのためこのような魚の料理は資格を持った料理人にしか許可されていないのです。 9. 芋貝。芋貝は見た目は美しくとても可愛らしいのですが、このリストの他の生物と肩を並べるほどの有毒性を持っています。芋貝の毒1滴は成人20人分の致死量です。その刺し傷の兆候は強い痛みや腫れ、貧血などがあり、深刻な場合は麻痺や呼吸停止も起こります。血清は存在しません。しかしながらこれまでにこの貝に刺されたことによる死亡例は30程度しかなく、今まで見てきたリストの他の代表者たちに比べるとそこまで多くはありませんね。10. 鬼だるまおこぜ。この魚は美しさのコンテストでは決して優勝できないでしょうが、最も有毒な魚として確実に賞を取れます。一度刺されれば痛みからの救済を求めてその箇所の切断を望んでしまうほどの耐え難い痛みであり、我々が知る限りで最強の痛みを誘発する一刺しであると考えられています。そしてその痛みはショック状態、麻痺、細胞組織の死滅を伴います。もしも直ちに処置を施さなければ最悪の結果は避けられません。鬼だるまおこぜは捕食者から身を守るために特化した脊柱に毒を蓄えています。生息地は幅広く太平洋やインド洋の熱帯水域、紅海からグレートバリアリーフにかけて生息しています。